路上練習2日目、この日は駒沢公園からスタート。また助っ人を呼んでおりますので、同期の芸人です。こちらの方です。どうも、サワです。岸です。岸だ。イメージビデオ風。チャンスの時間ではおなじみ、山添と同期のネルソンズ騎士。愛車は2ヶ月前に購入したばかりという新車、シトロエンベルランゴ。今日は山添が駐車が苦手ということで。全然できんかった。なんかいい駐車練習スポットがあるんで。はい、早速騎士が用意した駐車練習場へ。こっちだって。うん、ホテル街だ。入ってホテル街だ。そうそうそう、いいよ。じゃあホテル街で右左、人出てきそうで怖いね。こっちこれ、うん、ルナ駐車練習場ね。え、ホテルルナって書いてある。うん、ラブホ。ラブホやん。免許取ったら絶対来るからお前。ほんまにラブホ入んの？まあ、入る。え、車でね。ラブホの駐車場で練習する一回。初めて。え、免許取ったら絶対来るだろお前。絶対行くな。騎士が山添のために用意したのは、ラブホテルの駐車場。男が免許を取ったら真っ先に行くラブホでのマナーも含め、ラブホのマナーはええねん。実践経験を積ませようという考えだったのだ。うん、ここでもたついたらもう、ここ前も気をつけろ。この練習しとかないとな。大丈夫。もっと余裕のある顔しろよお前。助手席女の子だと思って。なるほど。調子乗んねん。いや、そういうことかなと思って。こっからゴリッとこう入る感じ。そんなこと可能。これ一番あるシチュエーション。なるほどね。一発でフンと入れたい。うん、角取って。割とこっちに寄せてた方がいいかもね。あ、そっちが大丈夫ならいいけど。うん、こっち大丈夫だね。皆さん、ようスイスイやってるよな、こんなの。どのくらいもあるか分かんないもんね。オッケーオッケー。で、あっちも見ろよ。それ当てたら最悪だ、はい、そうそう。インカーの車映してこっちは大丈夫。こっち大丈夫。ほんまやな。あ、じゃあ こっちも余裕だから、あとまっすぐするだけ車を。いや、これだとまっすぐしろ。まっすぐ、まっすぐ入ろうか。ハンドルで。いや、まっすぐ、ハンドルで。このまままっすぐ入ってちょっと左を狭めて。そう、難しい。そうで、車体をまっすぐする。まっすぐする。もうちょっと下がって、はい、オッケー。はい、オッケー。まあまあ多いんじゃない？1回来たら、これ看板があるから、なんか謎にこうやって、ここにそれで、こうナンバー隠す。あ、そうやってバレへんねん。これエチケットのかな。これがエチケット。ほんこういうのが、駐車した後に近くにある。ある。ここまでがラブホの駐車場。最高の先生や。そうそう、誰からナンバー隠してんの。ありがとう。ラブホの駐車は、この実践練習で目の色が変わり、真剣モードになった山添は、その後場所を移し、すごい、お菓子の国やん。スムーズな駐車技術はもちろん、男としてのマナーもしっかりと学んだ。どこでもあるんやこれ。そうで、そう、めちゃくちゃもう分かってるやん。チャンスの時間、プールで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会な、今まで安心してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。